特にこう持ってるだけで苦毒があるって言われてるみたいで、工具について教えてください。工具ですね、まあ、私たちが、まあ、日々の手法であるとかで使う工具があります。それ以外にも日常的なものだったりとか、皆さんと関わり合いがあるような、例えばそのお盆供養とか、うん、どれでも使うのがまず数珠です。お数珠、これも宝具の一つですよね、数珠。あとはまあこれは地方で多分違うと思うんですけど、地鎮祭をしたりとか、ご祈祷の類をするときは釈杖を使ったりします。シャン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 、これ使わないところもあると思います。これは多分地方でその伝統みたいのがあるので、でそれ以外で全密教僧がさっき言ったこのシド行とかでも使ったりする道具っていうのが今日あるので、ちょっとお見せしたいと思うんですけど、まあ一番こう有名なのがこれですね。3つに分かれているので三歩書です。はい、これはサイズもなんかまあいろいろありますけど、これ大体ノーマルでみんなが使うぐらいの大きさですけど、これを持つとどうなるとか、持って何をするの？まあいろいろ、そのこれインドの神々のこう武器を模してるとかっていうのを言いますけど、持ってもいいですか？まあ持つ分は全然、インドの神々の武器を模してる、まあこう真ん中がこうちょっと剣っぽいですよね、うん、これがこう伸びたら、うん、剣になるけど、それを振り回すわけにはいかんので、うん、短くなってるんじゃないかなと。まあこれも諸説ありですよね、うん、はい、インドのあのバジュラって言ってなんか雷を落とす武器が、うん、それが変わったとかっていう人もいますし、うん、まあ、いわゆるもう煩悩を砕いたり魔を払ったりとかっていうので使うやつですよね。で三古書はなんで有名かって言ったら、弘法大師が唐から日本に帰る前に、うん、この三古書を投げるんですよね。この三古書が飛んでいって、うん、落ちた場所にその真言密教の、まあ、道場を作りたいっていうことをこう念じて投げるんです、うん、伝説ですよ、うん、でそれがこう雲に乗ってヒューッと日本の方に、東の方に飛んでいきました。でそれからこう帰ってきて数年後、夜な夜な山の上が光ってるところがある、お坊様怖い、何があるか分からない、魔の者がいるかもしれないって言って赴くと、この三古書がまあこれですね、松の木に引っかかってたと。でその松の木が変化して二本刃から三本刃に、これと同じ三本刃になったので、三古の松になった。これ今も小屋さんにあるんですけどって言われてます。これでも昔の文献では木としか書いてないらしいです。だから三古書が引っかかった木があったよっていうのが、まあ、松葉の三本の珍しいものがあったから、後々今は松の木になってますけど、まあ、三古っていうのがそれで有名になってます。あとはさっきの三古のが5本になったとですね、この5本になってます、うん、これ五古書と言います。これ弘法大師の像とか見ると手に持ってですね、こうやって胸に当てているものがこの五古書ですね。これも同じ意味です、うん、でこれ私何かの本で読んだんですけど、こう特にこう持ってるだけでこう苦毒があるって言われてるみたいで、その力がある、で弘法大師は常日頃からこう持ち歩いてたっていうようなのなんかで私読んだことあります。で真言宗の、まあこれも地方で違うかもしれないですけど、福岡とか、まあ、うちのお寺なんかはこうお葬式行くじゃないですか。でお通夜とかに行くと一晩で皆さんとお通夜夜通しおられるので、変なものが、まあ、魔のものが寄ってこないようにっていうので、お棺の上に五古書を置いてあげてたりします。まあいわゆる魔除けみたいなものですね。でこれが今3号と、ちょっと
数は戻るんですけど、これがやっぱ一本一本になってる、うん、特古書って言います。一本一個書とは言わないです。あの毒、単独の毒ですね。うん、特古書と言います。これあの、うん、一番使うのが地鎮祭です。杭を打つじゃないですけど、杭を打って結界張るっていうような時に使ったりします。で、これ金です。これあの上に五個書の半分がついているので、五個霊、鈴、五個鈴と書いて五個霊って言ったりします。これ仏様をお呼びしたりした時に、喜びを表現するじゃないですけど、仏様来てくださってありがとうっていうような、そのウェルカム音楽じゃないですけど、よくほら各国の要人とかがこう来られて、飛行機から降りてくるときに自衛隊楽団さんとかああいう人たちがこう音楽鳴らすじゃないですか、アメリカとかよくあれと同じです。仏様が来られましたっていうのでこうっていう風に打ったりします。まあ、こういうのを打ち方とか持ち方とかそういうのも、うん、まあ、流派によって違ったりすると思いますけど、ですね、これがこれが大体全部真言宗僧侶だったら必ず使う宝具ですね。必須アイテム、必須アイテム、必須アイテム、何装備、初期装備、初期装備、そうですね、まあ、例えばそう忍者だったら、忍び刀と、私が知ってるぐらいのやつですよ、巻き菱と手裏剣とみたいな、宮内とみたいな、特部っていうのがあるんですか。あ、だいたいほらどんな忍者でも持ってるものみたいなのがあるじゃないですか、それと同じですね、密教の僧侶だったら、このまあ、指導経験をしないと僧侶にはなれないですから、うん、指導経験を行うときは必ず使うの、うん、さっきの宝具ですね、うん、これからまたちょっとこう拝む仏様によって、うん、こう宝具をプラスしたりとか、うん、違う材質を使ったりとかっていうようなものがありますね、うん、こうすっごい行らしいものもあるし、うん持ってるだけで意味が意味を分かってないとどうなのかな。